杉山さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。第1回目の記念すべきモンハンパトロールでしたが、いかがでしたか？何も事件は起きませんでしたが、なかなか夜の街はやっぱり女の人に危険だということが分かりましたので、はい、パトロールはぜひ続けなきゃいけないと痛感いたしました。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。